続いては毎日新聞デジタルが提供するビジネス情報サイトビズバズから毎週気になる情報をお届けしています。新シリーズエコライフへの挑戦の第4弾、今回はですね、北九州から世界へ、アジア低炭素化センターということなんですけれども、本村さんはこの北九州の出身ですね。はい、私の故郷北九州市ですよ、はい、すごい世界に何かしたんですね。そうなんですよ、気になる、ね、見出しですけれども、うん、では早速毎日新聞デジタルの猪狩さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第4回ということで、うん、北九州市の、アジア低炭素化センターをご紹介したいんですが、はい、まず低炭素化っていうのはですね、地球温暖化の最大の原因と言われている、CO2 ですね、の排出量をできるだけ抑えながら、経済発展を図って、人々が安心して暮らすことができる社会を作ろうということなんですね。で、北九州市の方は、1901年にですね、官営八幡製鉄所ができて、日本の近代化の中心を担ったんですけれども、その代償としてですね、公害がですね、非常に大きな問題となったんですね。こちらの写真ご覧ください、はい、こちらですね、1960年代の空と海ということでですね、非常にもう衝撃的な写真ですが、海もすごい、そうですね、私が真っ赤、そうなんですよ。こちらですね、地元のですね、婦人会などがですね、問題にして、企業とかですね、行政を巻き込んだ、取り組み、環境、公害対策になってですね、このように、現在ではすっかり青い空と青い海を取り戻したということなんですね。あの頃ね、お母さんたちがやったことは、家のね、窓の外に白いハンカチを吊るすんです、朝、で夕方取り込んだ時に黒くなってる、それは梅人のせいだっていうことを証明するために、自分の子供が学校を休んだ、つまりクラスの児童の欠席率とその汚れ方の関係をずっと実験を繰り返して突き止めたんですね。それで健康に被害があるから何とかしなさいと行政に言ったことがきっかけで、改善されたと聞いています。そういったですね、官民一体となった環境問題への取り組みというのを、アジアにですね、輸出しようと考えたのが、アジア低炭素化センターということでですね、そちらのですね、本島課長にお話を聞いてきましたので、ご覧ください。アジア低炭素化センターというのはどういったところなんでしょうか。環境に資する製品技術、こういったものを海外に積極的に売り込んでいこうというところで、そのため その企業を支援するというのがこのアジア低炭素化センターという役割となっています。支援ということなんですけども、主にどういった役割を担っておられるということですか。相手国のそのニーズ、これをですね、しっかり把握して、本当に必要とされるニーズは何か、それからコストはどれくらいのものなのか、そういったところをですね、よく我々行政が把握した上で、必要とされる製品技術を我々の方が、一社で全てことを足りるとは限りませんから、そういったものをパッケージ化して、支援していくというところに特徴があるかと思います。そういった行政だからこそできるっていうようなところですね。そうですね、はい、で、はい、そういったものはやはり日本全体でもですね、可能性がこれから広がっていくという。そうですね、我々はどちらかというと、ここ工業の町ですから、そういったその工業製品系のものがどちらかというと多いんですけれども、当然ながら日本をあちこち見るとですね、農業であったり、畜産業であったり、水産業であったり、いろんなその製品技術を持っているところってたくさんあるはずなんですね。で、そういったものを組み合わせて、またそういったものを必要とされていくところに売り込んでいくというのは当然可能だと思いますし、これは私のなんとなく、これまでの経験で思っているところなんですけども、やはりその各都市がその海外と姉妹都市提携とかしている例ってたくさんあるはずなんですね。そういったところをそのただ単に文化交流をしていくということだけではなくて、こういったその産業振興というところにより進化させていくということも可能なんじゃないかなと思ってます。北九州って鉄びえで一回こう衰退しかけたんですけども、その後こういう知恵をね、
海外に継承するっていう人作りで頑張ってますよね。そうですね、非常にですね、その地元のいろんな関連する企業とかですねを、その新しい技術とかをですね、パッケージにしていくということで、ただ民間企業がですね、だけが行くというのではなかなか難しくてですね、環境問題やっぱり解決まですごく時間がかかるんで、相手が、行政が入ることによって、相手国の行政機関もですね信頼してくれるということなんですね。確かにね、もうお墨付きがつくということですね。そうですよね、日本というのはね、高度成長の時にさまざまな公害が出て、それを克服してきた、一個一個克服してきたんで、これ実はすごいノウハウ技術なんで、発展途上国に今後そういうのをね、行政でと一緒に出していくというですね、それは新しいやっぱり日本の海外展開のパターンとしてはね、定着してほしいと思いますよね。実際にですね、インドネシアとか中国とかベトナムなどのですね、60件ぐらいのプロジェクトがもう進行していまして、でさらにですね、一個一個の環境問題だけではなくて、マスタープランのレベルで都市づくりをどうしていくかみたいなところをですね、これからセンターがですね関わってどんどん輸出していこうという非常に大きな可能性があると思うんですね。こういうことからね、なんていうか東アジアの安定っていうのは作られていくのかなっていう気もしますよね。そうですね、さて今日の内容はインターネットでもご覧いただけますので、ぜひビズバズと入れて検索してみてください。ここまで毎日新聞デジタルの猪狩さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。